成富重康は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将、龍蔵寺市ついで、鍋島氏の家臣。永禄三年、龍蔵寺氏の家臣である、成富信種の次男として、現在の佐賀県佐賀市鍋島町増田に誕生。元気元年、今山の戦いの際にはまだ11歳であったため、出陣の許可が出なかった。 それに納得がいかなかったので、誰にも見つからないように独断で戦場に赴き、物見を行ったという。この行いが、主君、高信の目に留まり、それ以来故障として側近くに使えるようになる。厳服すると高信より一時を賜り、信康と名乗った。天正4年、高信が、非善ありましと戦うべく、富士津へ進軍した際に、父ともども同行し、偶人を迎える。 天正五年、幼い頃から大人でさえも手のつけられない、暴れ者であり、この頃も村里を遊行し、博打に興じるなど、素行不良が改まらず、この年に、もみぞを二つを、博打の方に失うとをした。いさめても改まらない素行に、成りとはじめもんは信康を殺すべきであると信種に、相談する。しかし、信種が、もう少し様子を見る、よう一問を解き、 そこをの改まらない時は、自らの手で殺すと述べた。信康はそれにより改心し、その後は、弁学や武芸に励むようになる。天正7年、高信に、その勇猛果敢な戦いぶりを認められ、1月で重度の武功を立てたということにちなんで、十右衛門の名を与えられる。天正12年、沖田縄手の戦いで、高信が戦死すると、その後継ぎである。 竜蔵寺政家に引き続き使えることとなる。やがて信康から剣主に改名するのだが、これは聖家が鎮剣と名乗っていた頃に剣の字を与えられて名乗ったものである。天正十四年、聖家の名代として、秋国において、小早川高景に、大阪城において、豊臣秀吉に越剣する。天正十五年、九州平定の際には竜蔵寺軍に属して出陣する。 その戦いぶりから秀吉をはじめとする諸将から一目置かれるようになる。同年、天草の戦いに出陣し、加藤清正、小西行長を援護した孔により、清正から甲冑を賜る。その後は、豊臣氏との外交を担うなど、次第に、家中で重きをなすようになる。文禄元年の文禄の役、慶長二年の慶長の役では、竜造寺軍の先行を務める。 この頃から、竜像寺氏筆頭画廊の鍋島直重に使えるようになる。意味名は、署名の信康から剣士を経て、茂主、そして、茂康と名乗ることとなるが、これは直重から茂の字を与えられて名乗ったものである。慶長五年、関ヶ原の戦いの際には、伏見城の戦い、阿の津城の戦いに出陣する。その後、鍋島直重、勝茂親子が、 西軍から東軍に寝返ったのに従い、筑後国柳川城、久留米城を攻め落とす。この時、直重に命じられて、柳川城主である立花重に降伏を進めるために接生役を務めた。成富重康の墓所、佐賀市の本行寺関ヶ原の戦いの後、治行校を四千国に数をされる。慶長八年、江戸幕府が開かれると、江戸の町の修復や、 水路の整備を行う。またこの頃、山城国二条城、駿河国駿府城、尾張国名古屋城、肥後国熊本城等の築城にも参加。この経験を、非全国佐賀城の修復に生かした。慶長19年から大阪の陣に出陣した。慶長15年から没するまで、水害の防止、新田開発、築後川の堤防工事、灌漑事業、 上水道の建設など、本格的な内政事業を行っている。茂康の手がけた実績は、細かいものも入れると100箇所を超えるとも言われ、300年以上経った現在でも稼働しているものもある。民衆や百姓の要望に耳を貸す姿勢は、非全国佐賀藩の武士道の教書でもある、葉隠れに紹介されており、影響を与えた。現画4年、四君。 勝重の八王介を養子にする。寛永十年、治療宣告を直広に咲いて、一家を建てさせる。寛永十一年、数え年七十五歳で死去。家臣七人が巡視したという。墓所は、佐賀市田代の本業寺。明治四十四年、十四位を追蔵された。重安の設計の特色は、それぞれの工事を単独に行うのではなく、中小化成やクリーック。 こうことを巧妙に結びつけ、平野全体で治水、離水、排水を処理するというシステムにある。このことからどこか一部で不具合が起こると、佐賀平野全体の推理に影響が出るため、この地では推理に手をかけることは一種のタブーとなった。このため、江戸家を通じて、佐賀藩では水争いや百姓一揆による暴動がほとんど起こらなかった。ありがとうございます。